山かがし、山かがし、ラブデフィスタイグリネスは、ユーロコメノミヘビカ山かがし属に分類されるヘビ。有毒。特定動物。日本、本州、四国、九州、佐藤ヶ島、沖島、行島、五島列島、薬島、種ヶ島に分布し、南西諸島、小笠原諸島及び北海道には分布しない固有種。模式標本の産地、基準産地。 タイプ産地、模式産地は長崎。全長60から 120cm。東道町は55から 120cm。丹沢産地では1972年8月、全長 142cm で、太さが牛乳瓶ほどの個体が捕まったことがある。退職は地域変異があり、関東地方の個体群は、体側面に赤色と黒色の反紋が交互に入る。 関西地方の個体群は体側面の反問が不明瞭。近畿地方西部から中国地方の個体群では青色型も見られる。頸部背面には黄色の帯があり、幼体でより鮮やかで成長するにつれてくすんでくる。この黄色の帯も個体によっては現れない。同中央付近の背面の体鱗数は19列。鱗には強いキールがある。 軽洗毒と言うベるのは洗毒の2種類を有する。1932年に交渉時に出血傾向が見られるなどの数例の交渉時の報告例はあったが、以前は無毒種であると考えられていた。交渉時の症状がブームスラングと一致すること、口述する死亡例などから、1974年に有毒種と報告された。毒がは上顎の奥歯にあり、 0 2センチメートル以下と短い。毒性、デュベルノワセムを圧迫する筋肉がないため、一瞬噛まれただけでは、毒が注入されないこともある。毒性は、強い血液凝固作用で、血管内で微小な血栓形成を引き起こす。交渉直後には、局所的な、激しい痛みや腫れはあまり起こらない。毒が患部から血液に入ると、血液凝固作用により、 フィブリノーゲンが大量に消費される。フィブリノーゲン、続けて血小板が血栓の形成に伴い減少することで全身の血液が止血作用を失う。並行して血栓を溶かす作用、専用血性が更新し、毛細血管が多い微粘膜、死刑、消化器官、肺からの出血、全身の皮下出血を引き起こす。 出血あるいは血栓が原因と考えられている一過性の頭痛が起こることがあり頭痛が発生した場合は毒量が多いと考えられ重症化する例が多い赤血球が血栓で狭窄した血管を通る際に損傷し赤血球内のヘモグロビンが血中あるいは尿に溶出するため褐色尿も見られる重症例では脳出血急性腎不全 発汁性血管内凝固症候群などを引き越す。頸部皮下にも毒腺、頸腺があり、頸部を圧迫すると毒が飛び散る。目に入った場合の症例として刺激痛や、血膜炎、重血、角膜混濁、デスメ膜の洗浄混濁、角膜近く麻痺、動向反応の地鈍、縮道散同、交際炎などがある。この頸腺の毒は餌である、日本引きガエルの持つ毒。 ブフォートキシンを貯蓄して使用していることが明らかになった。ヒキガエルが生息しない、金華山に生息する山カガシはこの渓線の毒を持たないが、この山カがしがヒキガエルを捕食すると、この毒を分泌するようになった。朝鮮半島や中華人民共和国、沿海地方の個体群を、アシュ、アール、ティーラ・ターリス、キアシュ競技の本種のシノニムとされることもあった。 台湾の個体群をアシュ・ R ・ T ・フォーモザネスとする説もあった。2012年に発表された220頭、日本202頭のミトコンドリア、DNA シトクロム B の一部の塩基配列を決定し最大節約法や最優法、ベーズ推定による系統推定では、アシュ間の遺伝的距離が同族多種と同程度に大きいと推定された。そのためアシュを分割して、 独立主とする説もある。この系統推定では、日本国内では、中国地方西部を除く本州、四国、クレイドアイと、中国地方西部、九州、クレイドイーノに系統に分かれるという解析結果も、得られた。クレイドアイは主に、近畿地方を境目に分かれる二つの系統、能登半島、佐渡島を除く本州中部、東部、サブクレイドアイ a 本州西部、 四国、能登半島、佐渡島サブクレイド IB と広域分布しこれら双方の系統とも同所的に分布する系統を、サブクレイド IC の計算系統に分かれるという解析結果が得られた。カガシとは日本の古語でヘビを意味し、山カガシは山のヘビとなる。しかし実際には平地や山地でも標高の低い場所に生息し、特に水辺や水田地帯、 湿地周辺などに多い。危険が迫ると、コブラのように頭を持ち上げ、頸部を平たくし、頭を揺すったりし、この形線を目立たせることで一獲する。また、それでも相手がひるまない場合、仰向けになりぎし行動を行う。それでも相手がひるまない場合は噛みついたり、相手に独占のある頸部をすりつける。性質は一般におとなしいとされているが、中には、 非常に攻撃的な個体もいるため、注意が必要である。主にカエルを食べるが、アリオ類、日本科のヘビ、土壌類なども食べる。飼育家の幼ヘビの観察例では、魚類は死んでから食べることもあり、頭から飲み込むことが多いが、カエルは生きたまま捕食し、最初に噛みついた場所から飲み込むことが多かったという報告例もある。水田の土中に頭を入れて、 土に潜ったトノサマガエルなども捕食する。他のヘビからは嫌われる、有毒のヒキガエルも食べてしまう。飼育下では土壌や金魚の捕食例もある。捕食者はシマヘビ、イヌワシ、クマタカ、サシバ、ノスリ、モズなどが挙げられる。幼ヘビの死骸がガムシの幼虫、タガメに食べられた報告例もあり、このうちタガメの例では、 タガメの接触後の他目だった外傷もなかったこと。タガメは主に獲物を待ち伏せ捕食すること。タガメ科の別属多種では、ヘビ類も襲う報告例があることから捕食された可能性もあると考えられている。繁殖様式は卵生。周期に交尾を行う。7月に1回に2から43個の卵を産む。卵は30から50日で孵化する。本種は青大小。 シマヘビと共に日本本土でよく見かけるヘビの一種である。同じドカヘビである日本マムシと比べても生息数は多く、水田などを活動の場とすることで人との関わりもい。山かがしはカエルを主な食料とするため、日本の農業、特に水田の発達と共に、ヒキガエルや他のカエルの繁殖地が増加していき、それに伴って発展していったものと考えられている。 近年は、水田の減少、そしてそれに伴うカエルの減少とともに、個体数は減少しているようである。特に都市部では、本種を見かけることは極めて稀である。交渉は主に捕獲時や取扱い時に発生する。2002年現在本種の交渉では1972年に、排水種。 交渉被害は1971年、1982年、1984年に脳出血による3例の死亡例が報告されている。慶線による被害は本種の頸部を棒で叩いた場合などにより発生する。1989年現在で14例の症例が報告されている。 本種の結成は1984年の死亡例から試作品が作られ2001年までに11例の重症例で使用された2001年に厚生省、現厚生労働省の研究班によって製造された試作品が2002年現在では財団法人日本ヘビ属学術研究所、国立感染症研究所、京林大学で保管されている日本では ラブドフィス族、山カガシ族単位で特定動物に指定されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。